はい、えー、ホワイトベース関内放送でございます、はいえー。よいしょ、もうちょっとこちら。はいえー、と今日はですね、あのー、ちょっと昔の話をしようと思うんですけども、えーあのー、なんていうかですね、昔からですね、初心者や運転が上手じゃない人が、どのようにその道路の世界で、ね、身を守るかっていうのは、様々論じられてきたんですけども、 <laughs> でその中で私が今オートバイでやってるのは白いバイクで青い服っていう <laughs> で反射体ですね反射体ベストですねそれにアライの CTZ をかぶってそれにもこう反射テープを貼るっていうですね、まあ、そういう方法が一番良いというふうにまあ今は結論付けてます、はい、で、あのーまあ、それがね、えーまあ、警察官白バイに似てるっていう ま,まさしくその通りのコスプレだっていう人がね、えー、まだ0.001%ぐらいいるんですけどもだから何なんだって感じですよねそう見えるからって、ね、そう見えるから何なんだと、ね、そうじゃないと分かったらやっつけてやる。 暴行を加えてやるみたいな人がいるんですけど、言う人もいるんですけども、そもそもね、警察官じゃなかったら暴行を加えてもいいって思ってる頭自体がおかしいし、あのそもそも青い服を着ている人が警察官に見えてクビクしてしまうっていうのは、そういう精神病かなんかだと思うんで、早めに精神科を受診するか、なんかこう、指名手配犯なんですかね、あと普段から違反をしていると自白しているようなもんですよね。ねだから 僕気づいてる気づいてる方はね気づいてらっしゃると思うこれ残りの99.99% 99の人は分かってると思うんですけども僕どん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 そういう風に警察官に見えるようなあの格好ではない方向を模索してるんですよどんどん離れてってるの分かりますねどんどん離れてってるにもかかわらずかかわらず周りが気を使ってくれる安全意識が高まってくれるっていうのはあの共通したあ効果が そういうい安全に対する効果というのがですね一定あるということの証明だと思ってるしで警察を怖がる警察っぽく見えてしまう警察イコール青だと思って青を見るだけでもうまんじゅう怖いみたいになっちゃってで恐怖してあのネットの中で一生懸命暴言を吐いてくるような人たち。 要は道路に出たら危ない人たちですよ。ああいう人たちに対してですね、大変に危機効果があるんだなっていうのがですね、もう日々証明されてますね。はい、で、これちょっと昔の話、全然違う話で昔の話なんですけど、あの昔からそういうのってね、一部あってですね、あのタイトルにも書いてるかもしれないんですけども、運転初心者はベンツに乗れっていう言葉があるんですよ。これね、今から20年近く前の言葉、あの格言なんですけど、今は、 ベンツじゃなくてレクサスが怖いんですね。だからレクサスに乗れみたいなこと言うんだけど昔さ、まあ、そうベンツに乗れってのはどういうことかっていうと矢のつく人たちが好んで乗ってる車がベンツだったんですよ E55、e、とか50とかあの辺のねあの黒塗りのベンツですねあのー、なんかアウトレイジに出てくるような感じのねあれにすごく好んで乗ってたらしいんですねでまあそれ それもあるんですけども高級車といえばベンツだったんですよ昔は今もどうか今はどうか分かんない今高級車といえばレクサスみたいなんですけどあの昔高級車高級な会社といえばイコールベンツだったんですね僕は子どもの頃からそうなんです、はい、僕の子どもの頃から20代ぐらいの頃まで高級車といえばベンツでした、はい、だから高級車であるがゆえにぶつけたら面倒なんですよ でしかも矢のつく商売の人が好んで乗ってるために中の人が畑じゃない可能性もあるんですねだからそういう車に乗ると非常にこう安全が保たれる事故率が減るとただ運転下手で初心者っていうわけなんであのベンツって車幅が広いんですねなので細い道を走ると走りづらかったり電柱にぶつけたりっていうのはあったらしいなんですけどあのー 同じ話だと僕は思うんですよつまり自分より強いと思われる相手に対してビクビクしてる人たちっていうのがあの、まあ、他人に対して他人の車に対して幅寄せをしたり煽り運転をしたり、ね、あの自分がルール無用でスピード出したりとかあの要は常にこう虚勢を張っているというかですね 相手他人自分より弱いやつを探して弱そうなやつを探してうさばらしをする暴力を振るね、えー、暴力的なことをするもしくは自分自身もルールを守らない、ねえー、でそれが良くないことだと分かっていながらもやるっていうね一部の人間っていうのはが怖がるのがベンツだったんですね今はなんだか分かんないんですけど多分僕の乗っている黒いハイエースは怖がられると思います はいね、だから、あのー、軽自動車軽トラに乗ってる時より軽トラに乗ってる時なんかひどかったよあのダンプとかさすごいでかいからってブシュ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 言わしながらブー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 鳴らしてきてさ後ろからゴミ投げてくるもんねこうやってなんか怒鳴りながらそんなんい,たいましたよで当時はドラレコもそんな普及してないからね、あのー、大変そういうの証拠も残らなかったんですけども今何,何したんですか何ですかって降りて聞きに行くところだったんですけどねそういう時はね。 で、そうやってあの自分の車の大きさとかでなんか自分が偉いと勘違いしちゃってるような人たちもいるしそういう人たちもそうなんだけどやっぱねハイエースになってからそうやってあの、あのダンプみたいなああいうでかいのに乗ってるやからにね変なことをされるってことは一切なくなったね。うん、たまにアタオカいるけどねたまにアタオカ。 あの幅寄せして抜いていく人とかね、えー、いますけどね今ドラレコがこれだけ普及して,てそういうのが危ないんだよっていうのがわからないちょっとおつぶの弱い人っていうのはねあのー、確かに存在しますでそういう人たちはねやっぱあのベンツ怖がってたり最近だと たぶん、後ろのアンテナがこういうアンテナがついてるうクラウンアスリートとかね、あの辺にもビクビクしてるんじゃないかなと思いますけどね。<laughs> あとはあの、藤原豆腐店で書いてない、えー、パンダトレノみたいな感じのカラーパターンの車があればあ、それにもビクビクしてるんじゃないかなと思います。ね。ふ、え、だ、ー、そういうのでビクビクしてるから、うさばらしにインターネット上で僕みたいなのを見つけると、あの勝てると思ってね、いろいろ言ってくるんだろうけど、まあ、殺害予告等に関しては全部てる しししてありますすからね、はい、楽しくてしょうがないですけど、えー、よくねあの心配されるんですねあのいろんな方にね全く心配いらないんであのー、なんかね X とかの上でその非常に粗暴な変な人ってすごく目立つんですよ。すっごく目立つ。あのー、粘着で変な人ってすっごく目立つからそういう人がいっぱい湧いちゃっててその押しかけてくるんじゃないか電話とかすごいガンガンかかってて大変なんじゃないかとか あると思うんですけどそういう人たちって絶対部屋から出ないからあの僕会ったことないもんこれだけ長い間物議を醸すようなことを散々やってるんですよもう僕炎上慣れしすぎてて自分が怖いぐらいですもん何とも思わねえからもうそれに対してその他のね あの関係者各位がねあの、びっくりしたりとかそ、そっちが、例えば他のところが他の人がね、あのまあ、僕のせいじゃなくてねその、その人たちがなんか炎上自体をやらかして、まあ、炎上までいかなくてもひ批判がすごく増えたりとかすると、もうめっちゃビクビクしてるんですよ、もう、もう落ち込みまくる。 で、けで動画消しちゃったりとか、謝罪したりじゃ謝、謝罪したりとかあ、活動休止したりとかですねあの、しちゃうっていうのとか見てると、あの、え、なんで、なん,なんでなえ、なんでそんなことすんのえ、なんでそんな、あの、え、他にも全然いろんな意見があるじゃん全部がその意見じゃなくて、他にもいろんな意見、応援の意見とかもたくさんあるのに、え、なんで謝るの <laughs> え、謝るようなことじゃなくねとかあ、思っちゃうぐらい、えー、空気読めません。はい。 なんかねあのー、攻めの姿勢一切崩せないんです僕なんでかっていうとあっこれやったら楽しいなって思うともう周りがなんか一切見えないんだよね。でそれあっこれやったら楽しいなっていうことに対してこう切っ先をこう鋭く研いでいくことはできるんですけどもあの引っ込めらんないんですよねそれはね。やっちゃう。うん で、えー、やり続けて、えー、まあ、はや、16年ぐらい経つのかな。あ、あのー、ね、初めはね、こんな動画企画とかね、やる人じゃなかったんですけどね、あのだ,んだ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 んなんか、あのー、いろいろこうやっていくようになっちゃったんですけども、はい、これからもまあ、あやっていく中で、えー、しぶとく生き残っていこうと思います。はい。ね、ねえー、あとね、あのー、まあ、昔からやってる、 ということもあちょいちょい、まあ、続けてい,いっているんで、えー、ライテクものとかね、えー、納車回転とかね、えー、バイク動画もそうなんですけども、まあ、その辺ぜひ見ててください。であと、あのー、最後になんですけど、えー、バイクね、えー、ちょっと値、ね、作業してるんですね、はい。まだちょっと反映されてないかもしれないんですけども、あのー、その辺の方法も頑張っていきますので、えー、見守っていただければなと思います。はい。よろしくです。 ね、えー、毎日暑いんですけれども、はい、えっ、ー、と、熱中症等に、えー、気をつけてください。あとね、あのー、ツイッターでは言ってるんですけども、絵を売り始めました。えっ、ー、と、僕の絵じゃないよ。まあ、僕の絵も売ってるんだけど、あの、遠藤師匠のね、えー、絵が今あの、ギャラリーに飾ってありますので、あの、もし、えー、ご購入、興味ある方はですね、えー、ご連絡ください。はい、よろしくお願いします。その絵の動画もね、また今度撮りますので、はい、えー、楽しみにしてください。はい、では、以上。 よろしくお願いします。失礼します。